おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。口内炎が痛いです。いやー、この口内炎のね、できた原因がね、あくびすんじゃん。自分結構ね、寝不足なことも多い。まあ、時々寝れることもあるんですけど、寝不足なことも多いため、あくびするんですよ。あーってした後に、口閉じた瞬間にガリっていくっていうね。もう大きなあくびして、その顔がガンってやろうとすると、こういうことになるんですよ。一番今染みてる時期だからさ、早く治ってほしいよね。はい。で、ちなみにまあ、他にも、今回は攻めたチームですよ。ナイトリッチ、エースケ、地獄の鎧でございまーす。いや、攻めたな。今回は攻めてるね。ちょっと集大成感出てるぞ。昔から、チーム構成の幅ってナイトリッチが出た瞬間に、すごい狭まりました。ナイトリッチの性能が良すぎたんですね。筐体ゲームの時のナイトリッチは本当に強かった。今でももちろん強いんですけども、筐体ゲームのこのナイトリッチはね、本当に強くて、まず1枠モンスターナイトリッチみたいな、本当にそれが起きていて、残り1枠は何かみたいな。モンマスレはもちろん使われてて、1体はナイトリッチの後に、ああ、ナミマスやったんか。超発だと思ってたわ。1体ナイトリッチの後に残り2体どうするかみたいな、そういうのが本当に多かった。そして今回はそれを忠実に再現いたしました。行きましょう、シュバルツシュート。いけー、いいよー、よいしょー、強すぎー。今回 DLC である地獄の鎧、そしてね、あのゾンビ系としては光に強い異端児エースケ、そしてナイトリッチというね、3体ゾンビ対戦でもあります。今回この作品ではね、あの地獄の鎧でサバイバルはゾンビ系になるんでね。あっと、これはいやーっめっちゃ食らってるよ。でもナイトリッチ意外と食らってねえな。ちょっと待って、やめろ、ちょっと待って、洗礼しないで。そういう光属性の洗礼は、でもエースケがいるから硬い。エースケ、エースケ強すぎでしょ。光に強いやってゾンビがあってたまりか。いくぜー、ドルマ、いくぜー、せーの、はい、よいしょ。あー、でも全員暗黒に強いか。まあでもポイッと。あ、これドラゴンギでいいな、間違えた、ドラゴンギでよかった。まあいいや、いや、全員ゾンビとしてはかなり優秀なモンスターばっかりですからね。地獄の鎧は DLC 出てきたね、安定性能、そして ASK は光に強いゾンビ、まあかつね、光属性の攻撃が使える、そして投資につける解説、 ASK イケメン。ASK くん、これはね、今までやっちゃいけないパーティーだわ。リッチ入れることによっての安定感がすごいです。まあぶっちゃけこれリッチじゃなくても影の騎士でもいいんですけどね、ナイトリッチの奥は。まあ今回はね、やっぱナイトリッチをちょっと実は今回ナイトリッチ主軸の動画となっております。まあ珍しいですね、僕がやるとかなり珍しいんですけど、ナイトリッチ主軸の動画でいきたいと思います。まあ結構ね、なんだかんだと言って動画にはね、なんだかんだで動画にはナイトリッチそこそこ出てるんですけどね。まあやっぱ強キャラはね、それぐらい出るってことでしょうかね。時々マイナーモンスターも使ってるんでね、別に見捨てないでくださいね、皆さん。別に魂言ったわけじゃないですよ。諦めた、何チーム構成に諦めたわけじゃないですよ。まあ、諦めてたらデンタサウルス入れてるしね。諦めてたらね、デンタサウルス入れてるよ。うん。ちゃんとエースケとか入れたあたりはね、ちょっと、抑えてる感じ。でも、抑えてると言ってもエースケはそこそこ強いんだけどね。いけ、電撃の前。いや、でも、雷の通りはやばいから、オッケー、当てていこう。しっかり当てて。よいしょ、いい。雷強すぎ。さあ、で、ナイトイチがドルマを連打してる理由なんですけど、マスターダブルスキャンが賢さだからですね。はい。ナイトメアソードも魅力的なんですけど、全員特技や物で攻めるより、一体呪文で攻めた方がいいなーっていうのが自分のコンセプトになってくるんで、ナイトたちが今回ね、呪文立てになってます。さあ行きましょう、フォースでございます。このパーティーは、地獄の鎧が必ずフォースを活かせる。そして、ナイトリッチエースケは 50% ですね。B 技が、引ければ当たりという感じです。まあ、だから、フォースによるその大打点を狙います。なんで。ここから急に逆転劇っていうのもできるようなチーム構成でした。影の騎士はできないんですよ、これが。ナイトリッチはできるんですけど、ナイトメアソードで。影の騎士だとできないんですね、これが。ということで、まずは絶対適性がある電撃の前、いざ勇敢。行ってこい、しばらくするぞ、オッケーよー、見せて、うわ、540出た。お、申し訳ない。あ、来た、描き出した紋章から。光を放つフォース見せてみよう。それドン、うわ234、一体ピロってるんだよな。お、大魔王戦、魔王戦来るね。正直このパーティーやと
ほとんど大魔王いけんじゃないかな。暗黒にも強いナイトリッチもいいし、エースケは光打点取りやすいし、正直ね、大魔王攻略も狙えるガチのパーティーだと思うよ、これは。というわけで、まあ、とりあえずいつも通りですね。まず、1ターン目適当になんか振って、2ターン目でとどめ打って、3ターン目に光玉なんかして、っていう感じで、うまいこと勇気調整して、大魔王につなげたらなと思います。かなり安定攻略できるようないいパーティーな気がするんだよね、今回は。まあ、今まで使わなかったってのがあるんだけど、強弱逆ちょっとエースケが一番打撃には弱い。このパーティーで言うと一番エースケが一応打撃には弱いんですけど、まあ、エースケね、ゾンビ系特有でアナウンスはないんですけど、弱打撃耐性ぐらい、弱打撃耐性ぐらいはありますんで、まあ、波のモンスターよりは硬いかなって。身の守り60程度なんだけど、波のモンスターよりは高いです。さあ、ドルマタテンがあんまり出ないと思うけど。あー、まあ、いや、泣いてもそうねんや。さすがに、賢さ上げてもこんなもんか。そっか。大丈夫です。いけ電撃の剣これは、よし !385! いい、いい打点出んね。まあ、ここはとどめなんか打って、うまいこと繋ぎましょう。とりあえず開幕雷落とします。まあでもあとは800強は光の玉、まあ光の玉でいいか、さすがに。全員止まんなければ大丈夫。オッケー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 、大丈夫大丈夫だ。よく止まらなかったね。まあここは光の玉使って悠長に動いてみましょう。そうすることで大魔王戦がね、かなり有利に戦います、本当に。もう攻撃系スペシャル、防御スペシャルの思いのままみたいなもんですからね。ナイトリッチの大魔王戦の安定感はやばいですからね。ダークドリアム以外だったら大丈夫です。ダークドリアムのグランドクロー、またかお前。あー、こんなかかっていく。エースケマジエースケかかるそこ。まあいや、エースケかかっちゃうんだ。さあ、行きます、行け、エースケ。うわーはーい。そんなもういきなり突進しないの。はい、死ぬほど見たこの光景。親の声に見たナイトリッチの戸惑いの攻撃ね。はいはい、大丈夫大丈夫。来た、電撃一閃、ライトニングソード。お前だけは動いた。さすがにドルマ。基本的に断言魔王の攻撃暗黒を含んでる関係上、ゾンビ系っていうのは相性がいいからね。まあ、なんだったらね、暗黒にめっちゃ強いゾンビが多いからね、嘆きの亡霊もいるしね。はい、もちろん攻撃ドン408、強いよ。初めからこれでよかったんだ。さあ、大魔王戦行きましょうか。正直これは勝ちたいね。ここまでのパーティー行くんだよ、今回は。誰もが組みそうな、ここまでパーティー組んでるよ。負けないよ、絶対。あれあ、白目なの？え、白目っすか？白目か。ちょっと残念だな。とはいえですよ、破壊の神、シロウはね、それでも強いのがある。白目でも頭のおかしいから良くて、レジェンドモードではね、上から1200の名物を叩き出した。とんでもない怪物なんですよね。冒険か、冒険だなー、そこ。エースケック、うわー、黒か。うん、まあ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 、大丈夫大丈夫。まあ、この冒険でね、レジェンドホステルと偉いことになりますからね。まだ大丈夫大丈夫、全然大丈夫。次のターンがやばいな。オッケー、強いねー、440出んの。へえ、やばいね。とりあえず、ドルマは絶対に効かないんで、賢さ上げても。力ね、120を振るっていきましょう。あ、いいね。意外と出んの。どうしようかな。もう勇気ためない方がいいな、てか。さあ、指導をうまいこと削っていきたいところ。でも、さすがにね、うまいこと勇気調整できてるから、この2ターン目を破壊の時か自己スパークの択。ちょっとまだ戦況読めないですね。3ターン目あたりに決めてしまいたいけど。ただ打点はかなり取りやすくなってるんで、今回エースケ様様ってやつですね。強いな、本当に。440出んのも。このターンにうまいこと攻撃を当てられれば、地獄スパークか。これ結構どうなんだろう。ナイトリッチと地獄の色経験してるエースケ弱点。ああ、うわ、エースケ370も来るか。でもだいぶね、地獄の色は経験してくれたね。ナイトリッチもいい経験。正直お互いの弱点はお互いが補い合ってる。うん、何々に弱いをもう一体が補ってるから、大魔王戦にはかなり有利に立ち回れる。その分、対人だと難しいんだけどね。対人だとうまいこと弱点を突かれちゃうけど、ここギガデインでもよかった気がするけど、行ってみるか。攻撃あんま外すと負け筋に繋がるな。いて派がこのターンある。地獄の丘もある。できればこのターンに決めてしまいたい。当ててくれ！オッケー！多分エースケ打点だ。エースケか、一体どっちか当てればいい。もう一体どっちか当てれば勝てるよ。
行ってこい。 OK よ、 OK よ。あー、ここで動いてるってことは、凍てつく波動が来た場合ちょっとやばいね。ちょっと凍てつく波動来るとまずいね。よし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 、まあ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 、これは何。はい、地獄の豪華で勝ちです。よっしゃー、まあさすがに勝てるよ、このパチ強いもん。あ、でもそれでも430、結構ギリギリだったんだな。いざ竜王よ。その先の大魔王に破壊を。闇の波動。ルト三部作、最後は白で完結するんだぜ。いや、さすがに勝ったな。いや、でもみんな軽減してくれるわ。大魔王に対してはめっちゃいい仕事するわ、こいつら。ちょっと待って。あまりにこのパーティーはちょっと強すぎたのではないか。これで動画を綺麗に終わるわけねえがね。ちょっともうちょっと、もうちょっと踏み込もうか。というわけでですね。来ました。高みを目指すためにちょうどいい相手がいるじゃないですか。DLC。ガーディス。いやー、どうなんだろうな。状態異常に全てかかってるかもしんない。ガイストラッシュとかに全てかかってるかもね。行ってみよう。一歩踏み込んでガーディスとの一見でございます。どうなんだろうな。突進突き、申し訳ない。どっちがいいんだろう。でも、エースキは突進突きで会心出した方がいいかもしんないね。さ、ガイストラッシュとかの麻痺、亡者の嘆きとかに全てがかかっていても過言ではない。で、このパーティーはどっちかというと避けないタイプだからな。エースケがギリ避けるかなって感じ。いや、結構くらう。結構やな。さあ、SP が難しいところだな、こうしてみると。よいしょー、エースケ、いいねー。それ待ってた、待ってた。それを待ってたんだよ。2ターン目はイテハとかもんね。3ターン目のデッドリクルとか全てが。やばい。あ、ドルマやっぱ通る。ドルマでも通る。まあ、ガーディスな。あの、全部に強いわけではないからね。まあ、弱体性ぐらい持ってるけど。おーい、どこからも素振り、素振りの練習をしない、そんなこれで。どこで素振りの練習しとん。やめやめ素振りの練習するのは。今本番、むしろ。今が本番なの。素振りの練習今しないで。さ、エースケ、さっきのエースケ見せてほしいな、もう一回。もう一回、さっきの勇姿をもう一度。エースケ、よいしょ、あー、素振りの練習しとる。揃いも揃って素振りの練習しやがったよ、お前ら。なんだったら裏の話だったらないとしておめえも素振りしてただろ。みんな素振りの練習こんなのからし始めないで。頑張って頑張って。さあ、ここ当ててほしいな。さすがに。オッケーオッケーオッケー。よいしょ、いい。いや、大丈夫大丈夫。310出てんだ、大丈夫だ。あ、ドルモンを打ってくんの、やばくね。イテハかドルモンはタクで、ドルモン、でもどうなんだ、でも灼熱入ってんだよね。暗黒灼熱。うん、やばいな。これやばいな。奇跡も魔法もあるんだよ。まだだ。まだ終わってないね。まだ全然いけるね。ここラビエル使って、耐えてみよう。耐えること見越してみよう。耐えるかもしれんもんね。まだまだ全然あり得るよ。このターンだってさ、ないでしょ。状態上確か。デッドリークローで死ぬ可能性がちょっとあるんだよな。やばいもんな、デッドリークローって。いや、2ターン目ドルモアになっちゃったのかな。よいしょ、いいねー。ここね、会心でやがな。これ光の玉だったか。いや、でも光の玉使ってもさ、どうせボーダーまで持ってけないでしょ。そうだな、ボーダー持ってけそうだったな、なんだったら。ガイストラッシュか。これ麻痺すると、ラビエルが消えるか。やばいな。いや、でもこれは、避けれない、麻痺なんだよ。うわ、まあ、ここで効果抜群アナウンサー死ぬ。やば。やばいな。これは。これは。ガイストラッシュを引いてしまった。諦めない。まだある。まだあるよ。いてはぐ可能性は、なきにしもあらず。とりあえず、まずボーダー持ってって、勇気貯めれるかな。よっしゃ、イエスケ、ここで出ていた。イエスケ、ここで来たか。え、待って。あ、いては、え、あ、どっちこれ。え、待って。縛れ、え、待って、縛れするじゃね、地獄の呪いが。いや、待って、勇気足りるか、勇気足りるか、これ。ナイトちゃんドルマしてんでしょ。ワンチャンいける、ワンチャンいける、ワンチャンいける、ワンチャンいける。せーの。え、うわ、しょ、4玉。ナイトイッチ。いやー、でもナイトイッチ足んないか、ナイトイッチ足んないか、ドルマじゃ。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。
あー終わったうわー終わったくっそーワンチャンあったのにな。だって高校いてやこいつないよ。こいつ高校いてやないんすよガーディスは。うわー確定命中ドルモーは。やっぱりなー、ガイストラッシュが反則すぎるんだよなー。で、これラビエルじゃなく、さあ、天使とかだったらいけたのか。いやー、もったいねー。ゼントタナン。